に和田さんの宝物が史上初めて公開される、はい。ととあ、じゃあもうここにいる方と皆さん、はい、確認しましょう。はい、和田さんの宝物シングルなんですけど、<え>山口百恵さんのサイン入りのシングル。<laughs> これ宝物だって百恵ラブだよ。普通ないよ。和田さんは百恵ちゃんのファンだったの？いや、私はアイドルさんほら七十年だよね。<や>ファンだったのかって聞いてんだよ。 モモイちゃんのファンっに決まってんでしょ。あ、そうなのか。初めて聞いた俺そうでしょ。初めて言ったもん。そうでしょ。<laughs> ああ、まだまこれはもうオルギ先生です。ね。そうたら肩振りでございます。うも,もうあったびすぎたよ。ね ケンちゃん、マコちゃんがご機嫌ビデオをやって、ビデ,うんね、ビデオをかけて、まあ、音楽の話してっていう形で、まあ、1時間半ぐらいとかになる、ね、イベントでしょ、毎回土曜日やるんだけど、楽屋行くと、必ず大木先生、競馬新聞読めなからどうどう、どうだろう。 つうかだから、それを言うんだったらね、俺は経営新聞はまあ眺めてたけど、この人はあの当時出入りしてたこの人の若い衆に、ですね何かやってっか、指示してから何やってんのかなと思って、何やってんだったら、場外化けに金行かせてんじゃないですか <laughs>。 毎レースこと買いに行かせてんだ,よだから細かいんだよだから俺なんかただ見ててもうレコードなんかすごいんですよレコードねシロアリが通った後って本当に道がになってるんですよこうやってちょっとそれが、ね、道って道になってるの当本当に不思議なくらいに<あ>それをだからあの綺麗なもんで後で一種の一種のでもそれをだから聴けないかなと思って一緒俺も頑張ってこうねちょっとあの洗って。